どうした？ここは立ち入り禁止のはずだ。待ちなさい。そうじゃない。私は、君に話がある。君に話さなければならないことがあるんだ。少し長くなるかもしれないが、聞いていてほしい。そう構えるな。話しづらくなる。覚えているか？君と私が初めて出会った時のことだ。そうだ。ちょうどこんな風に君は緊張した面持ちでじっと私を見つめていた。スカーフが曲がっていることにも気づかないで。よほど私が怖かったんだろう。違うか？やはりそうか。まあいい。あれからもう3年だ。季節もまた春になった。君たち生徒が私の元から巣立っていく季節だ。しかし4月になればまた私の教室は新入生たちであふれかえる。感傷に浸っている暇はない。私は教師になって以来それを不満に感じたことはない。いや、正確に言えば何も感じていなかった。しかし今回だけは違った。今日この日のことを考えるととても冷静ではいられなかった。混乱した。どうしてもその理由が見つからなかったからだ。同じ教室、緊張した新入生たち、新しい教科書とノートの匂い、また同じ4月が始まるはずだ。そして私は気がついた。そこには決定的にある要素が欠けていることに。答えは君だ。そこには君がいない。君の声が聞こえない。君の名を呼んでももう私のそばに駆け寄ってくる君はいない。私はもう君の前で教師でいることができない。君のいない生活にはもう戻れそうにない。君を失いたくないんだ。つまり私は君を愛している。君も私のことを。そうか、ありがとう。いいんだ。私はずっと前から伝えたかった、君に対する感謝の気持ちを。ありがとう。君は無色透明な私の世界に彩りを与えてくれた。来なさい。伝えたいことが他にも山ほどある。ドライブをしよう。